さーて、今日も網で引っ越しコールでもするか。磯ぞくん、わっ、生きてたんか。な、失礼なやっちゃな、君。地面から急に出てくることの方が失礼だってわからないんだろうな。な、磯ぞくん、ちょっとわしの話聞いてほしいんよ。急に任天堂にクビにされた件？まあなんちゅうか、クビというかリストラというか、わしも仕事の辞め時かとは悩んでたし。恥ずかしがるような状況じゃないくせに。エソソ君はやっぱりわしがいないと寂しいやろ？あ、それはないですね。いやまあ最近の若い子は謙遜っちゅうの、いいことだとは思うんやけどな。もう少しフォローしてくれてもいいかもしれんけどな。めんどくせえなこいつ。それよりもエソソ君、これを見てみ。あ、手ぶらじゃん。いつもツルハシ持ってたよね。そうなんよ。なんか仕事辞めるときに返却を求められてな。あれがないとわしのアイデンティティが失われてしまうやん。まああれがリセットさん本体といっても過言ではないよね。え、冗談が好きなやっちゃな。本音なんだけどな。そこで非常に申し訳ないんやけど、磯ぞくん、わしの新しい道具を見つくろってくれんか。イカでも持っとけば。そういう冗談はええねん。本当に似合うやつを見つけてほしいんや。結構マジでどうでもいいなこれ。俺ちょっと住民を引っ越しさせるっていう仕事があるんで。それでは。こら、落ち込んでるモグラには優しくしろって教わらなかったんか。鼻ぶち抜いて芋はんこみたいなのつくんぞ。え、まあまあわしが悪かったから勘弁してえな。しょうがねえな、考えてやるから気に入ったら成仏しろよ。ほんま口悪いな君。じゃあまずはこれ持ってみ。なんやこれ、肉やんか。うわ、すげえ似合う。それじゃあ。ちょっとちょっと、得体の知らない肉渡して消えるとか、君サイコパスか。ラケットさん。え、ラケットさん、ごめんね。おいおい、怖いこと言うなや。これはあかん。次の持ってき。じゃあこれ。はい、サイリウム。これはどこで使ったらええんやろ。ライブ会場とかで活躍するよ。わし、そういうライブとか行かないから、いまいちピンとこんな。しかも、なんか作業員の人みたいに見られるやろ。まあ、現状ただの無職のおっさんだけどな。これもちょっと気に入らんな。次のはどうや。そりゃ解雇されるわ。じゃあこれ持って魔王討伐行ってこいよ。いや元の剣やんか、わし勇者ちゃうで。それにドラクエはスケニさんやろ。わし任天堂のモグラですやん。え、違うよ。ん、どういうことや。任天堂からクビになったんだから、今リセットさんどこにも属してないよ。え、そういう扱いなんか。当たり前だろ。任天堂という大企業がリセットという文化を排除した時点でお前は用済みなんだよ。いい加減自分の身をわきまえろや。ちょ、自分の人生のリセットボタンも押す勇気がないやつが、人のリセットにいちいちケチつけてんじゃねえぞ。リセットはあかんとか上から目線で脳が垂れてたけど、新しい人生のリセットボタン押せてねえお前は動物の森で一番滑稽だぞ。さーて、気持ちを新たにリセットして釣りでもしてくっか。さすがに電源ぶっこ抜くレベルの正論はあかんやろ。泣くで、わし。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。いまだチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲーム上は YouTube に存在し続けることをここに宣言する。